皆さんこんにちは、淡井圭介です。本日2024年、11月の28日14時51分、アルパカの首を長くしてます。先ほどね、まあ、このメオ・ハデス関係のところの続きなんですけども、3009番とか3010番とか、これ、3011番だと思うんですけども、先ほどお手洗い行った時に、あきこさんのね、声が聞こえてきて、三笠宮家の、この間ニュースで放送されてましたけども、本当のところよくわからないんですよ。いつお亡くなりになったのかっていうところ、そのテレビの放送の仕方からして、ああいう放送の仕方じゃないですか。ニュースウォッチ9自体、昨日の放送も、以前放送してた内容を、つなぎ合わせたような形で、まるまる放送してるから、もう全然見ていてわけわかんなくて。本当にいつ死んだ時の映像やろうってなるんですよ。で、今度過去生かすからっていう声が聞こえてきたんですけど。で、一応、いや、こちらは2024年11月28日の淡井圭介ですけどもっていうことをね、お伝えしてたんですけども、もうその後、セイントセイヤの方で思い出したのが。魚座のね、もう名前忘れましたけども、まあまあ、キャラクターとして、その当時の絵としては、まあまあ、かなり上出来なね、美形のキャラクターだとは思うんですけど、確かまずはこう、心臓エコーをばらつき立てていませんでしたっけ？さっきお手洗い、この辺の心臓のところの体温、かなり持っていかれて。いや、この話ね、秋篠宮家の佳子様とか、もう佳子ちゃんって言います。佳子ちゃんとかも知ってるんですよ。電気の伝導率がどうだとか。ペガサス水星拳とか、水星からもスパークがとかね、プラズマがとかね、電流がっていう、そういうふうな話だとか。で、その話は一旦置いといて、バラ食われたでしょ、食われるって、口で食われる。何無理したの。トゲのあるバラとないバラがあるじゃないですか。トゲのないバラだったらいいですけど、トゲのあるバラなんか食われた。魚座でしょ、魚ってこう。分かっててしますから、真面目そうにね、アニメのその映像は笑ってませんけども。これね、AI の技術を取り入れたときに、コンピューターがね、人間との受け答えで、こう、勝手に口の動きをそれに合わせてね、コンピューターが返答してくるっていうような、現象っていうのが起きてるんですよ。例えば、AI のガンダムのその、一年説を一番初代のを、AI で、コンピューターグラフィックで、作ってる動画が今無料で閲覧できるんですけども、チルさんのなんとかっていう、じゃあ、ごめんなさい、主人公が女性で葵っていうキャラクターで、だから、青い巨星ランバラ髪の毛の色が青い色に娘を戦場に巻き込んだ突っ込みどころ満載なんですけども、そこはそこでね、なぜかブーンフラナガンブーンの関係者ブーンっていう人のブーン なんせね、男性キャラクターがいずれか女性になってて、もう全然話しとれてしまったんですけど、もう一回ちょっとセントセイヤと、教皇の話と、十二級の話と、三宅の話でも、皆さん。わかったでしょ。もともと最初は、ギリシャの方の、パルテノン神殿と呼ばれるようなものがね、モチーフになって、本当にあれを十字級作ったのかどうか知らないですよ、それね。
過去ちゃん確かめ。ギリシャ。まあ、その時はもうエネルギーの残存量問題とかいろいろありましたから、もう途中から僕は叱ってたりしてたんですけど。僕の立場からしたら、他の国のね、まあ、あの真面目側の人のエネルギー残存の問題を真面目に取り組んでる人たちからしたらね、あ、淡井さんに注意してもらうなって、淡井さん一緒になって、我話した。これちゃんと順番があるんですよ。ちゃんと叱ってるところ先に世間に公開しておいて、それから笑い話をしなかったら、後から沈下であの人も動いてるわ、みたいな。ちゃんとこれ順序あるんですよね。これで、そうしなかったら本当にあのお亡くなりになってますから。石川県の能登半島の人たちも、あの新潟県の石油の採掘ですよ。新潟県で震度6の地震は、55年ぐらい前にもあって、2006年か8年にも震度6の地震が発生していて、輸送は広がっていて、でそれでもずっとあの採掘してるから、ずっと長年もう能登半島のあの辺りももう中はね空洞化していて、で、地震が発生してると、津波が発生してると。だから陸地の部分、どこからどこまで、空洞が出来上がってたのかわからないですよ。河川の底の話の方もありますから、両方のところで。だからやっぱりああいうふうな、地震になると。で、その後も、余震が続いたりするのは、それだけいろんなところで、まあ、ダメージが蓄積されていて、で、支えるに支えられなくなって、こう崩れていく。もう一回セイントセイヤの話に戻りますよ。パルテノン神殿。いや、一応真上には、だからもう地震が来たら崩れてる時は崩れてるから。これ、宮家を残す話なのかどうなのかって、もうこれもね、二十歳前後の頃とか、小学生の頃とか、みんなで議論したこととかもあるんですよ。で、その、どういう立場でも子供の頃のそれを物事見たね。第一次世界大戦と第二次世界大戦も嘘でしたっていう話とちゃんと相手のことを考えなきゃならない話とか、いろんな話でこうごちゃごちゃになってきた時に、最後お金の話になった時、人が変わるっていうみんなはそこに期待をしてるとか、そういうふうなことをね、東山商店街の人とかね、もうちょっと僕より年上の人とか、とりあえず俺らとしては消費税上げられたら困んねやんか、俺らもほとんど車乗ってる人おらへんねやんかって、そういうような話。昔は神戸市兵庫区って、庭なんかなかったんですよ、あの辺も。で、駐車場なんて論外っていう形で、本当に本当に。だから一戸建てに、こう、庭のところにね、だから庭っていうのは駐車場のことを庭って僕言ってるんですよ。だから庭のところに、こう、駐車場を、作ってる家がこの辺はたくさんありますけども、本当はもともとそうじゃなかったんですよ。だからその辺のところで、ごめんなさい。エヴァンゲリオン。主人公怒り新次君がこう止まれ止まれ止まれってこうエヴァンゲリオン暴走した時、自動車業界の暴走だってトヨタがトヨタホームしてるんだから駐車場作り始めるでしょ。これ昔国会議員の人に言ってあげたら、真面目にエネルギーの残存量もでそこそこ僕がねこう怒りを溜め込んでる時に怒り新次君の怒りを信じるとか、そういう話もある。変わってくれる国会議員の人たちとかね。で、まあ、その真面目側の、もう大臣クラスの人でね、もうエネルギーの残党のもので、もうわしらも腹くくってるっていうようなことで、トヨタホームの話を僕二十歳くらいにしたときに、そういうことだったのかっていう。その後、トヨタの準備。確か経常利益280何億円で、なかなか自民利益にたどり着かなかったし、その時 の, 自民党の人たちは頑張ってたんですよ。だから先に賃金ちゃんと払わせて、これ以上自動車作らせんようにしといたらええって、退職金とかもしっかり払ってあげて、その場その場で。でエヴァンゲリオンの話しましたから、あれ片腕がこうなくなってるでしょ。で
もともとね、表現技法として昔のアニメは、僕は小学生ぐらいの頃ですから、まあ、1980年代ぐらいのアニメですよ。緑山高校っていう漫画があって、主人公の二階堂が190キロ台のボールなんて投げるときね。その頃ね、日本のピッチャーで160キロなんか投げたことある人いないんですよ。いないのに。150キロはそれは珍しかったのに。190キロ高校生か。あるわけないやろそんな話っていう真面目側の人間と、それと表現技法でもうこれは突き進むっていうような形で絶対笑うからっていうような話、笑う話を投げる瞬間とかはもうあのみんな その瞬間見入ってしまうって、手が光って、もうここからこう腕の形じゃなくて光っている光なんですよ、投げるリリースするとき。それまでにね、いろんなセリフとかあって、対名門校のわかります、法の元に平等で名門校ばっかり優勝をできるのも、それはそれで何かおかしい気がするって、電波の話とかね、頭の中の行き先とかね、そういうようなところで、もうそういうことなんだったらっていうことでね、まあまあ、まあ、あのアニメや漫画をどう見るかにもよるんです。ちょっと待って、大谷翔平選手に関しては投げる方で190キロは絶対無理だと。だけどもメジャーリーグで今まで190キロ台の打球を継続したことがあるっていうデータがあるらしいわって、すごく稀で、ちょっと探し出すのも一苦労するから、それちょっと待ってっていう話らしいんですけども、今シーズンの目的として、目標として、打球速度190キロ台を目指そうと。まあだからライナー性のあたりとか、結局僕はね、その放物線を嫌がるっていうのは、フライを打ち上げられると打率絶対下がるんですよ。早いゴロとかだったら野手の間抜けていったり、あのエラーとかこうグローブに弾いて打球がこう変化してたとか、まだ早いゴロだったらまだ何かあったりとか、それよく見たらあるっちゃあるんですよ。あの例えばバウンドが変わるときって、こうグラウンドが、ね、こう雨でだいぶ長い間雨が降っていて、完全にびちゃびちゃになってる時に弾み方がやっぱりもう弾まないんですよ。だからグローブの下を速い打球がすり抜けていったり、あれ取れるやろうって皆さん思うかもしれませんけども、バウンドの弾み方が、時間の経過とともにだんだん変わってくるんですよ。だからそこまで計算して、だから速い打球だったらね、あのグローブ下に出しすぎるとそれはそれで弾くし、だから野手としては、かなり対応の仕方が困難になってくるんですが、もうそこ噛んでいくしかないんですよ正直。だからごめんなさい、もう一回ちょっとセイントセイヤの話に戻ります。まあ大谷翔平選手は今シーズン、打球190キロ台を2回計測してました、一瞬の間に。ライナーって意味列車ですよ。でもまあ新幹線時速300キロ出ますけども、さすがに打球も300キロ内野手の本当にこれ本当はしちゃダメなんですよ、しちゃダメなんですが、エネルギーの残存問題で190キロの打球が飛んできたら、ゴロが飛んできたらどうかっていうのを一回動画で、ね、あるんですけども、無料で見れます。最初から守るとき一番深いところか、もう少しさらに深いところで守っといた方が、守ってる位置見たとき、そんなところ守ってたらアウト取られへんやんって、ワーソンに投げたときに普通のゴールが飛んできたらいうところのポジションで守ってるんですけども、打球速度190キロのゴール怖ーみたいな、当たり前ですよ。だって150キロの、公式ボールって硬いわけじゃないですか。で、150キロのボールを赤レンガ、分厚さこれぐらい、まあ、縦がこれぐらい、分厚さが、まあ、これぐらいのレンガ、それをね、万力で固定して、バッターボックスぐらいのところに設置しておくでしょ。そこに向かって150キロ台のボールを投げ込むと、レンガどうなるかって言ったら、ほぼ確率 100% でレンガ砕けます。力の逃げ場とか、皆さんがこうね、プロ野球選手をこう避けようとしたり、筋肉に力を入れたりしてるから、まだなかなか骨折が発生しない方とかであって、天の神様への安全のお祈りとかで、それでどうにかしてる方であって、もともとものすごく危険なんですよ。
だからあの160キロのボールに向かっていくっていう、それかなり勇気がいる、いろんな意味ですよ。フォークボールかこんな。だって160キロのボールに合わせて、もうバットの最初からこう手からボール離れる前からもうテイクバックは終わって、あの、うん、なぜテイクバックって言い始めたのかわからないですけど、こう後ろにね、こう反動をつ、まあ、ちょっと後ろに肩をひねって、もう振り始めてボールが来た時にご判断っていう形ですから。まあね、あの、まあまあ、あのちょっとね、話がだいぶ逸れましたけども、一応セイントセイヤといっぱいコラボしております。エヴァンゲリオンと、プロ野球界と、まあまあ、あのこれでね、大体皆さんあの話つながってくるかと思います。真実のバラの話の話どこ行ったんで、僕こそ聞きたい。首を長くしてます。これなぜこうしてるかって、パスコードとかをね、閲覧されないように、一瞬すぐにあの画面暗くなったでしょ。これは今のコンピューター の仕組みで、人間の喋ってる音声にすぐ反応して見づらくするように、撮影中勝手にそうなる、勝手にあの作動するようになってるんですよ。まあまあ、その見ろでしたっけ。バラックワイデナウォーさんの分かるでしょ皆さんも。結構ふざけてるのか真面目に言ってるかもしれない、両方とも受け止めれるようなギリギリのところをついてきてるんですよ名称。基本的にセイントセイヤはまあ真面目方向で物事を進めてるんですけども、いろんな指摘が入った。ゴールドセイント、ライトニングプラズマをくれた。ってこう痺れてる。ある意味金メダルとかだいぶ僕がね取り込んで日本たくさん獲得したわけじゃないですか、2004年以降ぐらいから、あの他のオリンピック以外の大会とかでも金メダル量産してるわけじゃないですか、量産体制とか。結局誰もあの全然お金払ってくれずじまいなんですけども、今のところ民法でちゃんと請求権はあらかじめ永遠に放棄することができないって書かれてるんですよ。わかります？元本の組み込みと年金利の五分の話で、とんでもないことになるっていう、まあまあその辺のところで、そういう話も、その話して急にすっごい明るくなる。もう一回、先ほど一回曇ったんです、それもう一回ここまで。金メダルたくさん取ってるから、僕の立場が例えばゴールドセイントだったとしましょう。でスポーツの試合の最中にね、解説席とかアナウンサーの人たちが痺れる展開痺れる展開言われた瞬間、僕は両腕を殴られた時のこの辺のところ本当に痺れてたんですよ。で、ここのね痺れが普段全然痺れないんですよ、その言葉聞いた瞬間痺れ始める。だから僕被害者だから、僕が痺れるんじゃなくて、各自の言葉は各自の責任、各自のしたことは各自の責任で言うと、僕を殴ったやつでもこの辺のところが痺れておかなきゃならないんですよ。わかりました、答え。コンピューターさん。ということで、まあ王座のゴールドセイント確か名前ミロだったと思うんですけどね、いろんな意味で、あの どう思いました、あのアルパカとその今まであの精子の生産されなくなる薬だとか、今まで取り締まった話だとか、もう去年皮膚だいぶ持っていかれてるんですよ。だからちょっとね、もうその辺のところ、昨日の晩にあその秋篠宮佳子様のそのインターネット上の、何か記事をアクセスしてから
だいぶ皮膚持って引かれ始めて、顔見たらすごく綺麗んですよ。美白なのか赤白なのか。だからね、まあ、せいやのこんなあってな守りきられへん。言い始めた。どうします。いやだからそれでもちょっとね、ちょっとあの近づいてみたらもう肌もこなんかもう変なんですよ。で今日はねそれなりに寝れてるんですよ。だからなんか話がおかしいような状態がちょっとずっと続いていて、まあ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 まだこれ、まあ、アルデバラの話もう一回しますが、牛にも考えて力はあるっていう正当防衛の話。聖夜とか集団暴行仕掛けてきたから。じゃあもともとスペインの闘牛士こうひらりひらりとこう牛に挑発行為をしておいて突っ込んで来させた時に避けた時にこう剣をね突き刺すっていうような形、ああいう残虐なことを動物愛護法とかあるのにっていうような話でね。だからそれで、オフシーザーゴールドセイントどうするって、牛にも考える力ある。人間の方が先制攻撃仕掛けてくるから民法720条の正当防衛まで一番第三者にも使えるっていうさ、未来の時間軸からちゃんとね、アルデバランに言ってるの。最初のゴールドセイン、お牛座のゴールドセインとアルデバランっていうキャラクターね、未来の時間軸から民法720条正当防衛丸102って、それ冥王派ですだと思うんですけども、何かね、そこもね攻めてきてる繊維と冥王派ですが、もう魚のようなクロス、違う間違えた、ピューマ、ピューマだった、ピューマ動物の。まあもともと聖夜の時もビッグバンっていうようなね、何だったっけ、グレートなんとか、なんかゴールドセイントのその一撃必殺の威力はビッグバンに匹敵する。そこもそれを言ったら笑い話。爆発で宇宙なんかできていないっていう話でね、核兵器を爆発してそこから宇宙ができるのか、地上でそんなこと起きて地上がどうなのか分からへんやろっていうようなね、昔のね、大真面目な人たちのすごい絶叫、国会での絶叫とか会議場での絶叫とか、経営の最後の方のもう本当に行き詰まった時のもう追い込まれた時の絶叫。それにもみんなね、ちょっと意見、青井さんに聞きたいんですけどもって、僕よりだいぶ年配の人がね、ウルトラパークに働きに来た時に、本当にテレビで CM した方が売り上げ上がると思いますか、下がると思いますか。僕の回答としてはどちらとも言えません、ただし人口の少子化はだいぶ前から始まっていますだったんです。以上です。皆さんチャンネル登録と着信通知の設定のほどよろしくお願いいたします。ちょっとちゃんと口パクなんだけども、アルデバランが返答してくれて音声を消された方かもしれません。僕のね、心の声、民法720条正当防衛丸一丸に、今は使い時ですっていうか、一応返答はあれでは相手のセイントに言ってるように見えて、僕に向かって言ってるのと同じですが、ふはははははって言ってるんですけども、ふ破るって書いてふはははははってこう面白い言い方してきてるから笑ってあげなきゃならない話で、そういうふうに返答してるっていう内容なんですけども、ちょっとあんまり話長くなると見てくれる人少なくなっちゃう。もうこれぐらいにしておきます。皆さんチャンネル登録と着信通知を設定よろしくお願いいたします。以上です。